ユッキーのオタク動画、イエーイ。皆さんおはっきー、ユッキーです。今回ですね、こちらポリス戦士ラパトリーナのハッピーセットを3つ購入したので開封していきたいと思います。イエーイ。詳しい説明については前回の動画をぜひご覧ください。前回に引き続き2月の12日から2月の18日までこの第2弾のラウパトベルカチューシャ、ラウパトウィングのフラッパー、ラウパとシューズカスタネットの3種類のうちどれか1つもらえます。これから開封するのでコンプリートしていたらいいなと思うんですが、触った時点ですでにコンプリートしていないという可能性が出てきてしまったので、この動画で全てのおもちゃを紹介できるかは不明です。まず1つ目がラウパとシューズカスタネットになります。こちらの方は後ろにクリップがあるので、靴にクリップの部分を留めて足踏みをするとカタカタとカスタネットのように音が鳴るみたいです。ハンドをつけるとカタカタ音が鳴ります。シューズにつけて遊ぶことが前提なので、このままの状態では遊べないみたいです。今回もおもちゃと一緒にラウパトカードの方が入っておりました。ラウパトシャッフルやラウパトウィングなどで遊ぶことができます。裏にはラウパトシューズカスタネットを使った解説が載ってあります。次に2つ目がこちら、ラウパトウィングのフラッパーになります。こちらの方は振るとパタパタと音が鳴ります。このラウパトウィングのフラッパーはフラッパーとして作られているので、本物のラウパトウィングと比べるとかなり楽器の要素が強くなります。ちょっと画角に入りきらないのですが、本物と比べるとこんな感じになります。裏面はこんな感じ。真ん中にオープンボタンやハートのボタン、手元の造形もきちんと作られているので、意外となりきり遊びにも向いていると思います。そしておもちゃと一緒についてきたカードがこちらになります。裏面がこんな感じ。そして3つ目なんですが、なんとラウパトウィングのフラッパーがダブってしまいました。今回出なかったのがラウパトベルカチューシャになっていて、個人的に一番欲しかったおもちゃなので少し残念です。また追加で買うかしてゲットしたいなと思います。今回はコンプリートできず残念な結果になってしまいましたが、第3弾の方が2月19日から3月の4日まであって、今まで出た第1弾第2弾のうち6種類どれか1つランダムで手に入るみたいなので、今回購入が間に合わなくてもゲットできるチャンスがあります。なのでぜひハッピーセットを買ってみてはいかがでしょうか。以上ユッキーのオタク動画でした。おつおつおつかおつカード。